忘れてんだよって感じだけど、忘れたかったのかもしれないです、もしかしたらそんなに落ち込んだからなんか部活でモテてるとかね。部活は坊主だったんで、正直なんか女の子受けは悪かったですね。野球部？いや違います。あそこはバスケです。あバスケで坊主って結構珍しくないです、まあ、なんかみんなちょっと短髪とかちょいロン毛でなんかチャラいイメージだよね。まあチャラいイメージありましたけど、そんななんかチャラさは出してなかったです、なんか真面目だったアピール。真面目でそれもカッコつけてるでしょ今それも今まだカッコつけてましたよね。違います、まあ、部活中は真面目でした。本当のやつそれ。本当です。そんな健全な男子に行こうとしてんじゃないの、ね、ちょっと持ってそうな、本当にチャラさは全く感じられない男でしたねそうか、じゃあちょっとね、まあ3人だしちょっとコメントも今日読めたらなって感じなんですけど、はい、あーちょっとこうくんモテてるな今は、ね、今のところ今のところ僕モテてるな、はい、4つだ、ね、あーそういっぱい書いてくださいお願いします。葵の高校生活だった。僕中学高校陸上部だったんですけど、うん、まあでもやっぱ陸上って結構試合が多いんですよね。試合とかやっぱ練習試合みたいな、うん、走り込みとかもいろいろあって、うん、でもまあやっぱり自分の例えば、まあ、部活の下の子ら、はい、後輩の女の子は、まあ、走り切った時に先輩お疲れ様ですって言って、はい、まあ、アクエリアラもらってた。もらってた。ごめんありがとうみたいな。いいね。ちょっとそこら辺ではちょっとまあウハウハですよね。まあ先輩だからこそまああるかもしれない。あるなんかさ、はい、なんだろう、後輩ってなんであんな運動部の先輩好きなんだろうね。やっぱ好きですよね。そういう流れができてるんじゃないですかね。そうだ、流れ。適当に答えてないんだけど。なんかすげえ適当ではない。適当ではない。なんか後輩はやっぱ先輩を立てるみたいな。立てる。立てつつやっぱ好きな先輩がいたら。先輩ってなっちゃうじゃないですか。高校生って多分そうなんだよね。ちょっと先輩に憧れるんだろうね。高校生見てたら今ちょっとね、コメントしてほしい。JK 見てたら。ね。そう。なんでやたら俺が。運動部が好きか。そう。やたら俺らが JK と絡むだけの回答。一応ね、男の人も多分コメントしてるかもしれない。彼氏いんのとかやたら聞いたら。いやー、どうかな。でも、なんだろう。はい、学校ね、ちょっと、急にね、はい、びっくりだったよね。あ、なんで学校なんだろうなみたいな感じだったよね、ちょっとね。そうですね、結構一瞬で学校の流れに持ってかれましたからね。コメントで JK だよ。あ、JK さん見てくれてますね。だよ、これなんかねちょっとなんか引っかかる部分が一個あるんですけど、最後のちっちゃいおが、まあ、本当の JK の女の子だったらごめんなさいけど、でもちょっとなんか社長もなんかちょっとコメントでちょっかい出してくる聞いたよねでももしこれ本当の JK だったら多分あの世もちょっと小さくしてくるはずなんですよ。そうなの？なんか結構わかんないですけどギャルのなんかでもギャル文字とかで、ね、はいはい、なんかあ行あるじゃないですか、あいうえお、まあなんか全部小文字ちっちゃく使って、まあ、そう、ね、それだいぶ俺らの世代だけじゃない？大丈夫？今もじゃない、世代そんな変わんないあー、まあまあね、まあまあ、結構ツイキャスも見てくれてるね。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、どうしよう、なんかね、高校、中高、なんか何を喋ろうかな、じゃあ、まあ、俺らは、はい、まあ、今話したじゃないですか。じゃあ逆に、こうさんは中学、高校でモテてたかっていう、それはもうね、まあ、聞くのも聞きたいですよね、まあ、俺らも。まあまあまあ、いや、なんか話振っといて、なんか逃げてんじゃん。そうですね、逃げてました。モテた、なんだろうな、ちょっと、はい、なんかまあそれもまた後輩の話なんだけど、はい、俺高校と、あ、高校、妹と高校一緒で、あ、なるほど。で、自分が3年の時に1年生で妹が入ってくるんだよね。はい、あ、そういうことか。そうそうそう、1年生で妹が入ってきて、で、自分の3年生の友達は、はい、まあ、こうくんのね、妹どれみたいな感じになって、妹と仲良くなったりとかしてて、はいはいはい、で、なんかちょっとね、その周りの後輩絡みとかは、まあちょっとなんか、はいはいはい、あ、イケメンだよね、何々ちゃんとね、はいはいはい、お兄ちゃんみたいな、なるほど、のはあったかなぐらいで、別にそんなモテではないですね。はい落ちがいね。でもやっぱりあれじゃないですか、やっぱ学校生活って言えば、まあ僕ら男の子からしたら、はい、まあやっぱりそのモテてたかじゃないですか。そうなんですか。でも、じゃあモテてたかっていう男の子同士の話やけど、逆に女の子の話って言ったらやっぱり、はい、どういう場面で胸キュンするかとか、男の子の仕草とか、あ、多分、
あ、部活とかも多分そうだね。学校生活でも醍醐味じゃないですか、女の子だったら。そうですね。どういう人らに学生の時はキュンキュンしたかとか。まあでも、僕女じゃないですけど、ちょっとまあ分かるところがあるんですけど、やっぱ運動部って確定でモテるじゃないですか。まあまあまあ、あるね。そういうなんか運動、まあ野球部とかサッカー部だったり。うん、汗もしてたらいい男ってやつ。コメント読んでいい？はい。初体験いつ？それはあなんかすごい行きたいな、まあまあ、これもう振ったら振ったろうと思ってた俺まあまあそれはあのはい何それはいやせっかく書いてくれてるんでねまさか濁すってことだカメラ目線来てるよカメラ目線来てるよ童貞初体験行っちゃうか帯の初体験まで3321ズーボズーボですはい男子村検定室私ズーボで初体験しましたはいそう、ズーボでした、うん、まあ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 リアルかなリアルなのかな早いのか遅いのかまあ任せますズーボ見てる人の判断で中3ぐらいですかね中3高1ぐらい遅いねって言ったら俺もついでになんかそういうやつだったし、ね、早いねって言ったらなんか俺結構遅かったかなって思われるしコウさんはちなみにいや俺はまだいい青い俺まだいいいや僕は15っすね僕も15っすねあ、15っすか本当はい、15のえ2学期っすわそうか全然忘れもしない2学期初体験だそこまで言うんすね結構え結構ね俺の初体験結構あれなんだよもう本当に忘れない系やなじゃあね初体験のエピソード持って書いてあるんでいやもうエピソードいこうかエピソードズーゴの時のズーゴの時のズーゴの時のこんなにあれちょっと打ち合わせで下ネタなしとか言ってたのに下ネタなしでちょっと面白く行きたかったなと思ってたんだけどズーゴの時っすか何も考えてないからね俺ねやっぱまあ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 でもなんかそういう流れを作っちゃったんですよね誰が俺さその、はい、なんか俺さ余外にさプロフィールに初体験の時の失敗談がもう、はい、載ってますね体調によって書かれてるんだけどなんかさそれ俺が言ったが損してなんかもう書かれてるみたいななんかねちょっとみんなも言ってよ初体験失敗談とか、まあ、そうなんかちょっとえなかった何もかもうまくいっためっちゃ予習してくるやんだってじゃあめっちゃ俺出身になってるけど今だってめっちゃ予習してくるやんなんか AV とか見て予習はまあしましたね確かにやるじゃんまあ確かにねそれはもうするしかないですからね G スポットがあるクリトリスがあるとかそこまでやってなかったです僕本当、はい、俺だけかなじゃあ分かんない男性諸君のね失敗というよりは、うん、まあ一個そのやっぱ勉強するじゃないですか事前に、うん、はいはいはい、はい、ただまあ一個合わその噛み合わなくてあれおかしいなと思ったらまず毛がないことが、うん、あそれその初体験の時にいやなんかその見て勉強してる時はやっぱ毛があるじゃないですか、はい、15の時にだったよね、はい、で、はい、毛ない女の子だよああそっち系じゃないけどそっち系じゃないですけどまあ俺がその時の初体験何個した何個したそれえそれ一個上なんですよその初体験1個上なんですけどなんか小4とかじゃないいや違いますねそれはやばいですそれが毛があること自体が嫌だみたいなことだったんで、はいはいはい、なかったんですねそれがまあ全然失敗じゃないじゃん全然いいじゃんでもそっから僕そっからない方がいいんじゃないかなと思って僕高2まではずっとパイパンでしたあ流れで流れでその初体験のそれはいや自分がしてたえ毛がない方がいいんじゃないかなと思って高2まではずっとパイパンでずっとそこだけちょっとアメリカ人みたいな感じでやってたなんかさ、そのよくわかんないんだけど偏見がすごい偏見ではない、偏見ではない外国の人らはない方がいいっていうのがあるから、うん、まあ、エチケットみたいなのが言うよねまあ、でかいですからねいやちょっとねあ、大海くんかわいいあ、いいねありがとうございます大海くん来たよって結構言われますね、結構はい次は学ラン来てよろ学ラン見たい？一回見たいですか？もう僕らナルシスト3人の学ランいる？いるのだ。います？まあ必要であればうんまああれっすねイベントとかでやりたいかな、まあ、俺、はい、コスプレ、まあ、そうですねコスプレイベントでもそれはあるよねありましたね学生イベント学生イベントなんかテストとかやってありましたでなんかあの一番点数が低い下から何人はなんかまずいやつ食わされるみたいな、はい、そうですね辛いやつか辛いやつだあ誰が一番ナルシストって来てますねお前そこだけ読むの早いなんでそこ読むのめっちゃ早いやっぱでも誰なんすかいや女の子誰だと思うちょっとじゃあどうする、まあ、せーのでじゃあもうせーので指さすか、はいまあ、やるかそれやるかやりますかせーので
いい？いいよ。一斉のではい。で来るんだ。絶対それでも合わせちょっと合わせましたよね、コウさん。いやいや、それは俺元から最初から思ってるから。絶対そうです。それは。でもね、オミのね、ナルシスト具合って急に加速してて、加速すね、俺すごいね、なんかオミがまだちょっとね、まあ、入ってばっかりの時からもやっぱり知ってるし見てたんだけど、なんか最初は明るくない感じとかもあってやっぱり、まあ、ね、でそこから徐々にホストという仕事にも慣れ馴染んできたってなったら、はいはい、もうなんかグインって急にお酒解禁してからですね。お酒解禁してから、ね。ただし成り出した頃から、うん、もうちょっと出てきてます、ね。出てきましたね。手癖がこれですか。手癖がこれなんで。あ、それはやってないです正直。なんかあの接客中とかもなんか、ね、やってないですよ。それね、やるやる。こうやってやりながらちょっと決め顔。それはまあやりますけど。やるやんほら。だってみんな絶対見たことあるもん。あのオミが眉間にシワ寄せてなんか二重みたいなこういう。こういう顔あるこれ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 なんか一重と二重を変幻自在に操れる。まあ操れますけど、操れますけど、あっちにあっちにやってみよう。一回ちょっと近まで一回まず一重、今一重から一重から、今ずっと二重にしてたんかい撮影だから二重お前どこまで出てんねん、あっちめっちゃこれあっちスマホで見てる人めっちゃズームだよ、これでまず一重からはい二重、はい、やったね。やりましたね。絶対二重になった瞬間こうやってやるんですから。やってやりましたよ、うん、それはもう。いや、うん、なんかどう、ハーフっぽい。お、それは葵さんですね。あ、うん、葵くんハーフしてるですね。ブラジルと日本で。もう、でもオミはハーフじゃないもんね。僕一応韓国人かもしれないです。かもしれない。もしかしたら韓国人かもしれないですね。それは、なんでまだはっきりしてねえんだよ。なんでまだはっきりしてんだ、おかしいだろう。まあまあ。違うんですけど、韓国人じゃないですね。日本人です。いやすごいね。なんか、はい、ナルシストの3人、なんでこんなに寄せ集められたかっていう。まあでも。じゃあちょっと葵一回ターゲットでしょ。そうですね、一旦。はい、いいですね。まあ、もう全然さらけ出してあげますよ。葵のナルシストだと思うところ。ところですか。結構やっぱ、でも僕、結構見てるんですけど、葵さんのこと。結構見るんですよ。もうなんか鏡とかは、もう、うん、もうあれですね、その1回の営業中に、まあ、10分で例えます、10分で、うん、まあ、5回は見てますね。そんなあれっすか、鏡にない例えばこう、携帯見てて、さあ、うん、持ってんだろ、ベクトル、ベクトルじゃない、マジめちゃめちゃいいです。なんか僕、自分で思うのは、うん、まあ、だいたい自撮りするときとかは、こうやって携帯持ってるときに、うん、ちょっとアヒル口をしながら、目をちょっと細めるとか。あー、なるほどね。二重幅強調で、まだ新規の席に着くときにはまずお手洗いに行って、はい、メイクよれてないかとか、はい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 、大丈夫かとか、唇カサカサじゃないかとか、それもあのそれはまあでもその辺は全部見て、それはやりますよ正直。なんかあやばい今日イケメンじゃないなと思ったらちょっと手直ししてから行くっすね。うん、なんかあの慣れてるお客さんの時より新規の時の方がなんかあのすごいバッチリなんか VO5 とか持ち出したり、本当に慣れてるお客さんには本当これ聞かれたら申し訳ないすいませんってなるんですけど、なんかねこの辺があ来たよみたいな、それはやばいそれはやばい、大丈夫かな。いやでもなんかね、葵の自撮りは確かにナルシスト感ちょっとある。僕その自撮りしてるとこ見るんですけど、コウさんとか葵さんもなんか足組まないじゃないですか、普通こうやる時も組まないですけど、やっぱナルシストなんですよね。見えてないところもちゃんとやる、しっかり足組んでるんですよ。そう、もう実際にやってみるとこうですね。そう、もうなんか足組んでるのあんま見えない。この撮影始まった時ももうなんか3人とも右足上で足組んでる。でもそれは僕は正直それは僕合わせました。合わせました。正直。いや、何でも鏡にしそう。お、葵がね。葵がかな。何でもしますよ、ね。あ、でも反射して見えるものは全部鏡にできるっすね。携帯の液晶。まあまあまあ。まあなんかちょっとね気になりだすよね。なるっすよね、やっぱホストやるとやっぱりね、うん、見られてるっていう意識が強いからね。まあそのお店に向かう時も車とかあったらこうまあ見ちゃうじゃないですか絶対。ちょっと本当にやっちゃうやつ、結構ガチなやつ、はい、止まってる車をちょっと横目にふう、あのデートとかで絶対やっちゃいけないタイプなんですよね。やっちゃダメなんすかこれ。嫌でしょみんな。それは嫌じゃない。やっぱいつでもかっこいい方がいいじゃないですか。なんかデートしててじゃあ例えばね腕組んで歩いてますみたいな、はいはい、でなんか仲良く喋ってます、はいはい、あちょっとごめんねみたいなやりだしたらなんかもうそれはやんないですそれはやんないですよ。大丈夫、ちょっと見て。やりそう、あ、ちょっとまあさりげなくこうさっとやったりするんですよ。
さりげなく。さりげなくっすよ、そこは。あの、通り過ぎ側に、際にね、こう。そうです、そうです。通り過ぎるぞーって時に、こう、はいはいはい、みたいな。やりますけど。はいはいはい。まあ、わからんでもない。やっちゃう。なんだこれ、ナルシストあるあるがしたいわけじゃないんだよ。しかも誰得っていう話。誰得でもないです、確かに。いやー、なんかね、ナルシスト3兄弟でまとめられてるじゃん。まとめられちゃいましたね。なんで俺が入ってるんですよ。いや、まあまあだよね。結構でも。俺はもうナルシストで、もう自分で言ってるし、もうあの、なんだろう、世界で一番かっこいいのは俺だと思ってるから、まあ、自分でね。僕は、まあそんなには思ってないですけど。ちょっといい。でもだって昔は僕あれですよ、なんか、なんていうんですか、ゆるふわのキャピキャピ系。あ、可愛い系ですね。可愛い系でやるみたいな感じで言ってたじゃないですか。なんか今とはなってもうこれっすよ。まあ主語キャラがついてから変わったのもあるよね。ね、リビがあるしみたいな。二本目いってます。二本目っすね、確かに。二本目いってます。いやもう何なんですかね、やっぱキャラはみんな変わるっすよ。だから今多分二人ともナルシストとか王子様とかやってるっすけど、うん、まあちょっと立てば多分全然変わるっすから。俺でもそんなに王子様やってないじゃん。僕もそんな正直っすよ。ナルシストは推してないんです。そのファン。僕ナルシストですよなんて言わないじゃないですか。いや、言う人はいないっすよ、ね、まあ、俺は俺しかいないな、今俺しかいないな。ナルシストを自分で本当に認めてるのは多分うちのマネージャーしかいない。そう、多分そうだと思いますけどね。いや、もうさ、なんだろう、ナルシストでもまあね、いいじゃん、みんなかっこいいし。そうです、許してみんなかっこいいし、許して。いやもうでもあれなんですよ、ナルシストは何されてもかっこよく入れるってことじゃないですか。まあ、それは当たり前ですよ、それは。僕は違いますけど、かっこよく。不意に電気が来ても、まあ、ね、あ、不意にびっくりされてもかっこよく入れるとかやっちゃうんですね。でも俺結構嫌がってるじゃないですか。なんで嫌がってるんだよ。今僕振ったじゃないですか。いや、なんかね、ちょっとね、もうナルシストって結構さ、コメント欄でもいっぱい言われてるじゃん今日。なんかいいんだよ俺ナルシストって自分で言ってるし、なんかだんだん悪口言われてるから。でもそれをじゃあ今で認めてもらいましょうよ。ああ、まあまあまあ、だから不意な何かが来ても、はい、もうかっこよくその表情を保てるんで、うん、なんかそれはもうしないポーカーフェイス、はいはいはい、なんかだって俺もうあのテレビ見てる時の顔とかでもちゃんとね決めてるスパンもしかして、そう、なんそうっていうか。そのアホ面だなって思った時にはひょっと直す。ああ、なんかめっちゃ集中してドラマとか見てて、あ、これ今多分やばい顔してる。結構口とか開いてきちゃいますね。そうそうそう、はい、ポカーンってなっちゃいますから。映画とかもね、はい、なんかそういう時に俺ちょっとあやべってなって、なんか基本見られてる姿勢をっていう思って、まあまあそうですね、カリスマってことっすわ。カリスマ、カリスマ王子。やばいやばい、叩かれる叩かれる。まあカリスマだったらね、何してもじゃあいいってことかな。何してもいい、ポーカーフェイスでいてくれるかな。僕あのポーカーフェイスにはすごい自信はあります、正直。さあめちゃくちゃ自信あります。もうさ、ちょっと今日さ、はい、新しいおもちゃあるんだけど。あるんだよ、おもちゃが。もう話振ってきたよ今。これ完全に今葵さんがやりたくて仕方なかったよ。完全に今話振ってきたよ。これ反射神経のやつなんだけど、なんかボタンを押して遅かった人に電撃が来るやつ。結構来てるこれ。結構来ます。なんだけどね。みんな知ってるこれ。ね、なんかじゃあイケメンの海がとりあえず電撃を食らってポーカーフェイスになれるかっていう検証を。なるほど。僕から行きます。僕からってみんな回そうとしてるな、これ。それは勝負じゃないですか、だって。いやー、みんな回そうとしてるな。あ、CM がじゃあ1分後なんで。まあ、じゃあどうする？まあでもこれ、いつタイミング来るか分かんない。だってあの、来るかって時に CM 入っちゃうと。やばいですね、それは。CM 来る前にワンチャンやっちゃいますか？マジかよ。いやー、で、これで CM 向かいましょう。はい、これいいよ、これで行こう。行きましょう、行きます。反射神経にも自信あっちゃうんで、結構やばいですよ、正直。俺さ、手汗かくからさ、手汗かくから結構水タイプなんだけどさ、大丈夫俺、こういうの置いてて。あ、痛い！あ、ありがとうございます。ほら、やっぱね、なるほど。コンさん結構弱いっすね。冬の電撃はダメだね。ねえ、熱い。はい、この調子で、じゃあ CM 明けも。CM 明けもお願いします。ありがとうございます。痛かったー。泣いた。
月曜18時からフェイスタイム、イエーイ。めっちゃ痛いからね。いきなり痛い。もうなんかうちの MC 慣れてるんだけど。めっちゃ痛かったから。結構やばくないですか。これさっきやばいね。さっき始まる前に遊んでたんですけど、電力マックスっす。うん。ね、さっきより痛かったんじゃないですか、多分。これ2回目なんで実はね、実は2回食らってたから、ちょっと始まる前にもちょっと遊んでみたらね。いやもうでもね、行ったって言った時のコウさんの顔見てみたかったです。正直もうあの録画見れろ、録画であこの辺かなと思ってちょっとスロー再生とかしたらすごい顔してるかもしれない、ね、多分やばいですね。ヨガ張っていいよ、スクショして。いやでもね、まあじゃあちょっとね報告もあるからね、俺らね。報告もあります、ね、アレスが今箱が改装中だから、これからちょっとの間2部でやってる、2部と1部と2部で分かれて、はい、あのバーの方でやってるんで、まあそっちに行ってねってことで、一応言っときます。お願いします。俺と海に会いたい方は1部で。まあ知ってる人はもう知ってると思うけど、知らなかった人はもうお願いします。そこはアレスじゃなくてね、あの看板ドーンってあるけど、はい、違うところのバーでやってるんでよろしくお願いします。お願いします。いやじゃあちょっとね、どうしよう。なんかもうさ、はい、学校の下りがあまりなかったね。なくなりましたね。マルシストに持ってかれましたね、感じ。なんか、いるかなって感じだね、今思うと。学校の下り。学校、そうですね。まあ、背景が、ね、もう教室ってなって。どんな学生だったと思うかな、逆に。うん、僕らがですか。そう、はいはいはい。なんかちょっと、どんな学生っぽいか。当てやりますか。まあ、俺とコウさんから見て、海がどういう学生だったか。とか、俺から見て、俺がどういう学生だったか。俺ら二人から見て、コウさんがどういう学生だったか。じゃあ俺だけでいい。どんな学生だったと思う？コウさんですか？俺も全然一個しか出てこないんですけど、とりあえずまずナルシストは確定じゃないですか。まあその時からやりちん。やりちんは見えないですけど、今その時からってやりちんに対して言ったわけじゃないからね。やりちんってことに対して言ったわけじゃないから、ね、ナルシストに対して。そうコウさんでもバスケ部だったじゃないですか。バスケ部だったんで、まあ、身長も高いですし、まあ、モテモテ、チャラチャラ、イケメン男みたいな。この容姿とね、高身長と顔でも、なんか、ぶっちゃけ俺あんまりさ、なんだろう、学校の話してる時あんまり言ってなかったけど、はい、俺ね、ちょっと、なんだろう、起きてる時は結構騒がしいやつだけど、はいはい、授業中結構寝てて、あー、なるほど。でも、寝顔可愛いって言われたくて、なんか、たぬき寝入りとかしてた。ちょっとリアル。隠し犯ですか？4文字じゃなかったですか？5文字。隠し犯。彼女多そうで、こら。多そうってどういうこと？あ、もう付き合った元カノってことかな？まあ、多分中学高校入れて。いや、そんな。5、60人ぐらいですか？いや、そんな。ね。まあ、ご想像に。なんか、まあ、20人ぐらいだと思うんですけどね、俺。直接聞いてくれたら、多分言います。本当ですか？多分言います。盛りそうなんか例えば聞いてくるじゃん。はい、でコウさん何人いたのみたいな。はい、一人一人に違う数字をとちょっと減らしてきそう。最初10人から始まって、はい、あ最初の子にはああ10人で、はいはい、次聞かれたらあ9人みたいな。あ9人だとちょっと怒られたからちょっと盛りにしてもかなみたいな。減らそうかなみたいな。なんかね、うん、まあそんなに多くないかなって感じです。まあ、なんとなく言うと、まあ。まだね、まだ、まだ新鮮な果実なんで。果実なんですね。新鮮な果物なんでね。いやー、まあそろそろ終わっちゃうのかな。もうあと1、2分で終わっちゃう、やばいね。そんな、もうこんな時間なんですね。オミ、なんかどう？言っときたいことある？最後、言い残すこと。いや、まだ、あと1分。あっちで、最後に言い残すこと。言い残したいことですか？あっち。なんかもう、ね、全国のオミファンにメッセージ。メッセージ。2211会いに来てね。会いに来てね。いいね。ありがとうございました。まあ必然的に俺らにも会いに来ることになるから。まあそうですね。それだったらまあいいんじゃないですか。いや、すげえこれ。7。これなんかのパクリ？これ。2、1。バイバイ。すげえ。ありがとうございます。いや、なんかやっぱもうちょっと考えるよ。
ございました。ありがとうございました。Like a yogi and a lotus. From the moment we all exploded, I didn't walk to you, I floated.